飛び出るオリンピック競技になる可能性はありますか？これはね、結論から言うと俺はないと。っていうのは審査が難しすぎる、審査が曖昧すぎるから。でオリンピックというのは金メダル、見たら分かると思うけど、金メダルレースって、もちろん金メダルを取るのは、まあこれは本当にいやらしい話なんだけど、国は相当なお金かけて金メダル取りに行くわけね。金メダル1個にオリンピックはこう小報奨金出してるわけだから、相当な報奨金出してる、金メダルに。ということで金メダルにお金がかかってるということで、金メダルを取るためにはなりふり構わず出てくるわけだ、どの国も。なのでボディビルというのはその格好のターゲットになるっていうのは、簡単にこれインチキできるというか、ジャッジをコントロールできるから。なので2度アジアで、アジアオリンピックにもボディビルは採用されてるんだけども、案の定2度目というか1度目も、アジアってね、今違うけど、昔はね、とんでもない審査がやられてたわけ。昔やってた人は知ってると思うけども、アジアこそダークなジャッジはなかった。で、それが、オリンピックとかやってると、もうダークだらけみたいな、もう、これないでしょみたいな審査が平気で行われちゃうので、なくなっちゃったわけ、2回で。なので、オリンピックになる可能性はないし、オリンピックにしちゃいけない種目だな。アジアオリンピックでの時、全日本、オールジャパンのチームとして行った時は感動したけれども、まあ、やっぱり無理があるな、ボディビルは。残念だな。